4950。もう一回持ち上げて。若干減ってんだけどな、体重。食べてます？しっかり。うん、食べてる。元気がいい時より食べてます？減ってる？体重。そうですね。若干。うんちは普通のうんちしてます？5000。ああ、普通だね。体重が来るたびに50ずつ減ってる。減ってる？もう食い地は張ってるよ。ちょっとは良くなってるけど、まだいかんね、右目、うん、だからしっかり開いてないもんね、右目が半分ぐらいしか開いてないからさ。ほい、左はだいぶいいんだけど、こっちがで、いかんのはさ、目の表面がさ、見えますかね、飯田さん、これ、うん、ここが角膜炎で白くなってさ、うん、潰瘍を起こしてるの、角膜潰瘍とね。ちょっとブラシ持ってきてさ、ウェットブラシとこれ飛ばして。体重だけちょっと変えておきますわ。4月26日、今日26日がいいだっけ。5000。この間4月の22日が5050、4月の2日が5150、であの食欲が落ちたとか言ってた時が4月19日が5050。これね、それまでだね、4月5日が5150。このまま4月4日も1150、4月3日は5200。まあそう、めちゃくちゃ気にすることはないかもしれないけど、52キロの人がなんか50キロぐらいになったかな、2キロぐらい減ったかな、だからまあ食べしっかり食べてうんちしてればいいんですけどね、まあ、一応参考まで。食べるのはもうしっかり、今なんかもう食べてますよ。はい、じゃあ今からね、目洗ってね、治療してきますね、うん、で、やっぱ点滴もしますね、ここね、はい、じゃあちょっと待ちください。ちょっとこっちタオル一枚危ない。これちょっとこれお酒で受け取って、はい、右目を洗います。ごめんね。教えたてなかったんですか、仕方ふわっとなるように。よいしょ、
おーし。おし、はい、出したな。炊くか、あの、こっちの順に。150まで行ってもいい。一応100。あれ。今250までなので今100入ってます。はい。毎年何本買うっちね。そうか、光線照射こっちに回してくれる。100の3分で。よし、じゃあ胸とお腹と当てて。外さなくていい。それで当てながら溶かしてほしいから。
中田さん、待ち合わせで電気ついてない。はい、カゴ持ってきてもらって。それからそうね、それ書いてください。来てる？すいません、コネちゃんのカゴお願いします。飯田さん、すいません、ちょっとすいません、ね、メモだけど左の耳が臭い。ちょっとこれこっちやっちゃって、こっちに比べるとこっちが臭いです。ちょっと顔持ってほんで、これ入り口の手を買って。耳ってさ、薬入れてます？入れてる、そうが入れてます？結構やってみてんのかな。1日1回でいいんだけど、耳は。じゃあ多分毛があるから入れにくいのかもしれないから、ちょっと毛を切っときますんで。入り口拭いてるだけなのか。見た、見た。よいしょ。そう、耳の中から毛が生えてくるからさ、毛入れにくいんですね。ちょっとバリカン負けしちゃったらいいかしら。ちょっと耳、ちょっとだけこちら表させてもらいます。あ、耳は持たないで、顔だけ軽くね、持ってて。結構な綿棒で奥までやっていいの？いや、ダメダメよ、うん、薬入れるだけ。掃除は死んでほしいんですよ。掃除してます？耳、お家で掃除してます？なんか拭いてるみたいだけどな。入り口拭くだけならいいんだけど、うん、綿棒で奥はやらんといてほしい。やると余計悪くなっちゃうから。で、まあ今日は何にも死んでいいですわ、うん、で多分これを入れてると